はい。そういったわけで、週刊ギターフロンティア、今週も始まりました。よろしくお願いいたします。もう1月もね、気がついたら何やかんやでもう第4週か。もうすぐね、2月になりますけども、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ということで、今日もですね、月曜の夜は、週刊ギターフロンティアでお楽しみください。よろしくお願いします。週刊ギターフロンティア。 はい。というわけで、ゲーリー鈴木がお送りしております。週刊ギターフロンティア。えー、本日も最後までどうぞ見ていってください。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、えー、お願いというかお知らせと言いましょうかね。あの、この間からちょっと気,あの気がついてたんですけど、なかなか言う機会なかったんですけども、もう皆さんお,お忘れでしょうかとこのチャンネルは、チャンネル登録数が1万人増えるごとにギタープレゼントをやってましたよね。 最初の1万人から、それから2万、3万、4万、5万と、ですから1万、2万、3万、4万5回続けてきたんですよね。あの、アコギとエレキをえ、おはがきで、おはがきいただいてね、昔ながらのこのラジオ的な感覚で、まあ、あの、おはがきいただいて、抽選で、えー、ギターをプレゼントしてきました。そしてなんと、 やっとですね、最近ちょっとなかなか足踏み状態で増えなかったんですけども、今現在、今日が、今これ収録してますので、えー、21日、日曜の夜なんですけども、今現在で、えっ、ー、とね、これさっきチェックしたらね、1人減ったんだよ <laughs>。そういうこともね、えっ、ー、とね、59,783ですね、えー。ありがとうございます。ですから、あと217名増えると、 えー、めでたくく万人取ず行くわけでございますですから今の、えー、ペースでいくと、えー、来月はもう来月の前半ぐらいかな行けそうな気がしておりますがまだまだ分かりませんのでどう,ぞどうぞ皆様ですねまだこれ見てる方でいやまだそういえばチャンネル登録してないなって方いると思うんですよ意外と是非チャンネル登録してくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますで、あのー、先ほど言いましたように 6万に行きましたらあの、また改めて告知しますので、おはがきでくださいと、締め切りとか決めますので、でまだ、ね、具体的に何をプレゼントするかっても決まってないんですけども、いろいろ考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で今回何にしようかなギ、別にギターに、今回ギターにとら、ね、われなくてもいいのかな、まあ、ギター1本くらい出しても、ギターじゃないものもちょっと、 プレゼントとして皆様が喜ぶようなものをちょっと考えてみたいと思いますのでぜひよろしくお願いします。でちなみになんですけどあの来月はねそういうわけでちょうど2月あのうち2月26日がオープン日なんですよこの店のなのでちょうどねあれいいかなと思ってちなみにね2月のカレンダー見ると 26日ちょうど月曜日なんですよ。ですから、うち月日定期部じゃないですか。その日は、まあ、火曜日は店は休みなんだけど、仕事してるんですけど、もうその日はや完全に休みにして、ちょっと出かけようかなと思ってて、今からちょっと計画立ててるんですけど、東京に友達いるんで、久しぶりに会いに行って、まあ、一緒に飯食ったり、まあ酒は僕やめたんでね、彼は飲むんで、一緒に過ごそうかな。で、ちょっと買い物しようかなと思ってるんですけど、何気に、まあ、 自分へのご褒美って言うとね、ちょっとあれですけど、あの、せっかくね、もし6万人来月行けましたら、といったプレゼント企画もやりーの、そして自分にね、ちょっとなんか買おうかなと思って、何買おうかなと思ってるんですけど、革ジャンをね、僕意外と革ジャンが好きなんですけど、実はそんなにいいの持ってないんですよ、そんなお金なかったんで、一応これはシングルですけど、これもそんな、いわゆる有名ブランドのやつじゃないんですよね、これは、 コーチかなあの僕ね都合今革ジャン4枚あるんですよでも4枚のうちねアメジャンが2枚あの黒と白持ってるですよねあとシングルがこれともう1着どっちも黒でまあアメジャンとロンジャンってあるじゃないですかあの、まあ、分からない人のために言うとあのアメジャンって早い話ここのウエストのところのベルトがあるやつそしてここにこう帯びばんにはついてるやつねちょっとごつい感じ いかにもこうハーレー乗る感じのでやっぱりあのスタイリッシュなこう町木基本僕今バイクの乗ってないんであの以上中型免許なんですけど今ずっともう20年以上乗ってないんで、まあ、今後もちょっと乗る予定はないので完全にち木なのでやはり牛革じゃなくてあの羊の柔らかい革でやっぱりあのロンジャンかなロンドンジャケットというかロンドン系のちょっとタイトフィットなそんな感じを ちょっっっとと頑張ってていいいやつ欲しいなと思って実は密かにであの皆さん革ジャン好きな方だったら知ってると思うんですけどもあのやっぱり憧れはルイス・レザーでもねまあまあするじゃないですかあの皆さん見てますあの YouTube チャンネルで映画チャンネルであの映画社さん買いましたよねあの人シングルのルイス・レザー買ったんですけど17枚ぐらいじゃなかったかな で、僕ね、それももちろんかっこいいと思うし、まあ、ぜひ見てきて、ちょっと、あの、試着もしていきたいんですけど、今ね、ネットでか、見てると、あの、666 66、ト66リプル6っていうブランドがあるんですけど、まあ、日本、それは国産なんですけど、それは日本人の体型に合わせたというかね、ちょっとスタイリッシュで、すごくあの、ロンジャンっていう感じで、かっこいいんでね、それも見てこようかな。なんか原宿に店があるみたいで。で、そこだとね、いろんなサイズもあるし、あと、 オプションで裏地をねあの変えられるんですってこれは裏地普通に黒,黒ですけどこれサテンの黒でサテンの黒とサテンの赤とかあとタータンチェックとかあ赤のキルトとかあと色も牛革選ぶといろんな色そして組み合わせとかいろんなことができるっていうんでね結構もう,もう僕もこの年なんで一生もののなんかいい革ジャン作ってこようかななんてちょっとそんな ことを今チラッと考えておりますぜひですねちょ来月後半になりますけどもですから3月ぐらいにはちらっとスマホで動画撮って、えー、その時はゲーリー革ジャンを買うっていうのをちょっとやりますのでねこの企画の中でやりたいと思っていますということで話ちょっとどちらかわかりましたけど、えー、そういうわけで当ーのチャンネルもうすぐ6万人なのでぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします そして、6万人達成いたしましたら、皆様に感謝の気持ちを込めまして、ギタープレゼント、ね、そしてプラス何か、えー、買ってきて、そのプレゼント、まあ買ってくるのか、あるいはうちの在庫なのか、いろいろ考えてますので、皆様と一緒にね、喜び合えたらいいなと思ってますんで、ぜひチャンネル登録、そして、あの、もちろんしてるよって方も多いと思うんですけども、周りの人にも宣伝してやってください。ね、あの、明日会社行ったら、お、ちょっと、あの、これチャンネル登録してくれるとか ちょっとあの周りになんか同僚とか、あと同僚いない人の場合は、事務の,の人にちょっと、ちょっとさせてあんまりそういうこと言うとパワハラになるからやめたほうがいいか。まあでもね、そういうことで、一つ皆様のご協力、よろしくお願いいたします。はい、ここからは、皆様からのおはがき紹介コーナーでございます。では、1つ目、こちらはですね。 え、初めての方ですね。福岡県の方でございます。えー、まずは石川県、新潟県の地震被災者にお見舞い申し上げます。ゲイリー鈴木さん、えー、ご無事で何よりです。ありがとうございます。ペンネーム、ゲイリーサイクス大好きです。先日はヌーノモデルの問い合わせ。ありがとうございます。あ、ありましたね。はい。あと、バックトゥーザロック楽しみにしています。ありがとうございます。自分としてはゲイリーさんのプログレに、えー ちょっと偏ってらっしゃるのがないか歯がゆいですあ、そんなことないと思うそ,そうそういう感じが取られたかなごめんなさい別にトーにプログレに偏ってはいないと思うんですけど大丈夫でしょうかあの僕いろんなジャンル好きなんで後半やりますけど今日はバリバリハードロックですからねはい。え自分のおすすめはブラックサバスです名盤いろいろありますねぜひ聴いてみてくださいありがとうございます 今度ブラックサーバスもね、いろんな時期によってね、メンバーも違ったりして、面白いですもんね。はい、よろしくお願いします。えー、こちら、えー、福岡のゲイリー採掘大好きさんには、当店のオリジナルピックとオリジナルステッカーをお送りさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、続きまして、こちらはですね、沖縄ですね。あ,ありがとうございます。いつも、えー、ペンネーム、エヴァンスさん、沖縄ですね。はい、いつもありがとうございます。えー、鈴木店長。 本日もお疲れ様です。ありがとうございます。そして元旦からの地震、大地震に見舞われました皆様へ心からお見舞い申し上げます。ありがとうございます。地震が起きた際、真っ先に頭に浮かんだのは、店長とギターフロンティアがどうなったのかでした。ありがとうございます。本当に。安否確認の動画、本当に安心いたしました。良かったです。いや、本当にね、こんな前回も言いましたけど、ね、僕も取り急ぎあの、緊急で動画撮ったじゃないですか、あの時。 もう本当に反響が多くて、もう100人以上の方からね、ありがとう、よかったよかったと、ね、無事で安心しました。いや、俺本当に思ったけどさ、110何人の人が少なくとも、俺みたいなやつ心配してくれてんだもんね。もう感謝しかないわ。もうあれ見た時に、あの、コメント数見た時に、いや、本当に俺はこれもう続けなきゃいけないなと、本当に思いました。ありがとうございます。はい。えー、そして私事ですが、簡単からインフルエンザにかかる。あら、大変。 せっかくの正月休み5日間が消えてしまいました <laughs>。かわいそう。だ、大丈夫だった ?40 度の熱は久々でとてもきつかった。それはきついわ40度なんてね。なんだか2024年は大変な一年になる気がします。私が言うのもなんですが、こんな時こそ家族やパートナー、友達と力を合わせて乗り越えていくべきだと感じます。店長とスタッフの皆様にとって良い一年となりますように。 ありがとうございます。レバンさんも体に気をつけてね。あの、でも、あの、ね、今年大変な年になるような気がしますって書いてるけど、大丈夫。もうこれで今年はもう辛いこと終わったから、もういい年になると思います。お祈りしています。頑張ってください。いつもおはがきありがとうございます。続きまして。三重県四日市市ですね。ペンネームついに還暦さんです。えー 1>, 1月15日、えー、先週か。ついに、60歳となりました。おめでとうございます。えバックトゥーザ・ロックの、吉田拓郎さんを取り上げていただき、あ、バックトゥーザ・フォークね、バックトゥーザ・フォークで、吉田拓郎さんを取り上げていただき、ありがとうございました。とんでもございません。実は、私も、学、学生の先輩と一緒に、1985年の、ワンラストナイト・イン・ツマに行ってきました。あ じゃあ、同じ場所にいたんだね。あの時。何十年も前に。すごいな。えー、高中さんの落葉。よかったですね。そうです。本当に良かったです。私が拓郎さんを聴き始めたのは高校からでした。オールナイト日本でギター講座をしてくれたり、私のギターを弾くことにもとても影響、私がギターを弾くことにとても影響を与えてもらいました。なるほど。 引退されたのはとても残念ですが、原告崩されたので仕方がないと思っています。まあね、どちらかしょうがないよう、ね、に、そういうのはね。私なんかでは語れるほど、拓郎さんを聞いているわけではありませんが、こうやって取り上げていただき、とても感謝です。今後は原田晋二さんなのでしょうか。楽しみにしています。いつもステッカー、ピックをありがとうございます。もうたくさんいただきましたので、これ以上は遠慮してください。ありがとうございます。 いや、本当にね、あの、同じところにね、こう何十年も経って、絶対会うことのない二人が、まあ今ももちろん会ってないですけど、こうやってインターネットを通じて、なんかこう、通じ合えるものがあると、なんか嬉しいですね。ありがとうございます。えー、僕もね、あの時、本当に前回も言いましたけど、どんな正直な話、そんな好きではなかったんだけど、まあ大好きな先輩に、無理やりというかね、反強制で運転主役で行ったんですけども、行ったら行ったでよかった。 本当に見ててよかった。前回も言いましたけど、僕は、そしてね、あの、ついに還暦さんもそうですけど、あの、吉田拓郎のあの、85年のライブ、まさに、歴史を目撃したんですもんね。あれだけの素晴らしいメンツ。もう、多分ね、何十年か経ったら、偉人ですよ、吉田拓郎。<laughs> 本当に間違いなく。ね、ありがとうございます。さあ、続いて、どんどん読んでいきましょう。えー、ペンネーム、ん サンドマンさん、60歳。お、同い年ですね。はい、男性。えー、古い年賀状で申し訳ありませんが、とんでもございません。初めてお手やり、お手りします。ありがとうございます。初めての方、大歓迎。いつもギターフロンティア楽しみに見ています。ありがとうございます。時に、特にエレキギターの動画は楽しく見ています。ありがとうございます。週刊ギターフロンティアも、ちょっと長いですけど、楽しく見ています。最近、割とコンパクトにしてるつもりなんだけどね。 バックトゥーザロックのコーナーでエマーソン・レイカンパウエルを取り上げてくださりありがとうございます。嬉しく思いました。コージー・パウエルといえばやっぱりレインボーと思いますが、レインボーだと思いますが、ぜひともレインボーを取り上げてください。やりますよ、レインボーもね。私は中1の時レインボーのコンサートに行き、好きになりました。私の好きなアルバムはオンステージです。ゲイリーさんの ゲリーさんも体に気をつけて、これからも楽しい動画を上げてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。えー、初の方ね、サンドマンさん60歳。ありがとうございます。あの、コージー・パウエル、ね、やっぱレインボーの頃、素晴らしいですけども、僕はあのレインボーのね、実はあの今度やりますけど、新潟に、あれ何年だっけな、70年代後期か、レインボーで来た時に、えー、その時、えー、行った方が、 えー、ホテル出待ちして、サインもらった。そのサインもらったんですよ。あるんですよ、ですから。じゃあ、続きまして、あと2枚ございます。全部読んじゃいます。ラジオネーム、よもぎギターさん。いつもありがとうございます。福岡県ですね。はい。いつもありがとうございます。えー、昨年中、いろいろお世話になりました。心より御礼申し上げます。えー、今年は、青い願いっていうオリジナル曲を作りました。お、すごい。ギターは山のパシフィカを使っています。 今年も配信楽しみにしています。では、良い一年をありがとうございます。いつもお飽きありがとうございます。ヨモギターさん。さあ、そして最後のギターなんですが、常連ですね、この方も。いつもありがとうございます。北海道、滝川市の北野ナッキーさんです。ゲイリーさん、スタッフの皆様、ご無事で何よりです。ありがとうございます。これからは、 いつもと変わらずに過ごせることを願っています。本当そうなんですよね。いつもの当たり前のこの平凡な日々が、実はめちゃくちゃ尊くて幸せなんですよね。来月はいよいよ、クイーンのライブがあります。あ、ふ、い、札幌、北海道だっけ行くんですよね。な,な,なんと、グレイがスペシャルゲストという名の前座で登場することが発表されました。あ、そうなんですか。チケットがソールドアウトになるかなまあ、なるでしょうね。でももっと気になるのは、 動画に映り込んでいる、マーチンのダンボール。あ、うちのはい、マーチンのダンボールです。あれは何が入っているのですか楽しみにしています。あ、あれはマーチンではないんです。ナーチンの箱の中に、えー、モーリスが入っています。あれも売れたやつで発送準備の箱です。<laughs> すいません。<laughs> さあ、そんなですね、いつもありがとうございます。北野ナッキー様。えー、今回いっぱいハーキ行きまし、あ、いただきまして、今日、あの、先週もね、あの、 今年の年賀状で何枚も送っていただきまして、先ほど、えー、お年玉年賀はがきの抽選を見ましたら、1枚だけ当たっていました。えー、なんちゅうのあの、記念、あの、切って、シート北野ナッキーさんの番号が当たってました。えー、下二桁69。ロックだよ。ね六69番ロックで、 あの切手シートっていうの切手のセットが当たりましたのであの今度うちのスタッフにあの銀行行くときついでに郵便局が近くにあるんで買えてきてもらいますねいやこれ1枚でも当たって,るってこれ嬉しいね俺久しぶりに当たって嬉しいわいや北のナッキーさんなんか僕にラッキーをくれてですから次回から北のナッキー改め北のラッキーにしたらいいね はい。ゲイリー鈴木がお送りしております。週刊ギターフロンティア。えー、ここからはお待ちかね。ゲイリー鈴木のバックトゥーザロックのコーナーです。はい。今週はですね、あの、僕意外とこのバンドが好きというか、ギタリストがすごく好きなんですけど、ちょっとね、僕の中ではこのバンドは新しいバンドなんですよ。正直。でもね、今日いろいろ調べてみたら、もう結構経つんだね。あの、 レコードデビュー、CD デビューが1983年ですから、ね、もう結構出します。え、今日のお送りするバンドは、ノルウェーのバンドですね。いわゆる北欧メタルというかな。そういった感じのバンドの TNT です。TNT どうですか皆さん。まあ、好きな人はね、もちろん、特にハードロック、ヘビーメタル系が聴いてる方は、当然知ってると思いますけども、フォーク系の方だと、ん何で電話会社とか <laughs> それ NTT。 TNT って何だって方も多いと思いますので、あの、正直ねうんと、今日ご紹介する超名盤はあるんだけど、それ以外意外とね、あんまり揺れてないんだよね、はっきり言うと。でもね、素晴らしいギタリスト、そして素晴らしいボーカリストがいますので、今日はその辺をね、徹底的にご紹介できたらなと思っていますので、どうぞ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。まずはね、このバンド、簡単な成り立ちなんですけども、1982年結成で、地元ノルウェーで、 そして、ファーストアルバムも翌年83年に TNT というね、タイトルで発売します。ところがね、これはあのー、あんまり売れなかったんだよね、正直アメリカでも。本国でちょっと売れたのかな。で、正直ね、この時のボーカリストが、これあのー、映像、ライブ映像だったり、音源も YouTube で見見れますからぜひ見てくださいあの実は現在のあるいはこれ後で紹介しますけどこの一番売れたアルバムのイメージとは全く違う音楽性なんですよねちなみにねあの本人たちがあの発表してるわけじゃないんですけどこの TNT というバンド名はあの ACDC あるじゃないですかあのバンドの曲で TNT っていう曲があるんですよ結構 本当にロックンロールというかロックな感じの多分それに何かあやかってというかそういう形でもしかしたらつけたのかもしれないですねですからファーストアルバムを聞くと割とちょっと泥臭いロックというかロックンロールというかあの今の北欧メタルちょっと綺麗でで、ね、メタリックでそしてややポップでっていうそういう感じでは全然ないんですよであの YouTube で見ると分かると思うんだけど ファーストアルバムって一曲目からもうアメリカ意識しまぐりで、さっき言った ACDC っぽい音楽性もあるし、当時流行っていた LA メタルの感じもあるんですね。で、当時のね、ライブ映像があの、YouTube に残ってるんですけど、めちゃくちゃ化粧してるんですよ、メンバー。そして、なんかもう LA メタルなんですよ、感じ。ちなみに一曲目の、あのアルバムの一曲目は、ハーレー・ダビッドソンという曲なんですね。 で、僕さっきずっと聞いてたんだけど、あの、サビで、ハレーダイソンって言うんだけど、よく言うと、ハレーガリーサーン、ゲリーさんに聞くんだよ。ハレーガリーサーンって、<laughs> え、空耳ワわかる。 で、2曲目は USA という、もう本当にこの1曲目、2曲目はタイトルからしてもめちゃくちゃアメリカを意識している。そういったアルバムなんですね。そしてね、僕が注目したのがですね、えー、3曲目、4曲目かな。4曲目でインスト、ギターインストがあるんですけども、まあギターインストというよりは、あの、ギターソロだな。これがね、めちゃくちゃゲーリムワンなのよ。 あのゲイリー・マー聴いてる人はわかると思うんですけどゲイリー・マーの,あのアルバムの中で一曲 G-Force という、まあ、グループを組んだことがあるんですけどその G-Force のサウンドにすごく似ています当時 G-Force ってあのスタジオでなんかギターのシールドを直接卓につないでそこでいろいろエフェクトかけたりなんかしてすごくメタリックな 感じのサウンド、独特のサウンドなんですね。そのサウンドにめちゃくちゃ似てます。そして、あの、ゲイリー・ムアって当時あの、マシンガン・ピッキングと言われたんですけど、当時はそれでめちゃくちゃすげえな、ね、ギタークレジット言われたんですけど、そんな感じのギター弾くんですよ。で、僕ね、僕の記録、記憶ですと、当時の80年代後期だと思うけどな、あの、なんかのギターマガ、なんだっけな、プレイヤーかギターマガジンのインタビューで、このギタリストの、あの、 ロニール・テクロっていう人いるんですよ。ロニー・テクロさん。現在60歳。彼が影響されたギタリストはっていう質問に対してゲーリー・ムアの名前確かあげ,げてたんですよね。あの、聞くとわかります。確実にゲーリー,マーのプ・ムアのフレーズ出てくる一瞬。で、このね、さっき言った,っけ言ったあの、ファーストアルバムの4曲目のギターソロというかインストは、めちゃくちゃところどころゲーリー・ムアっぽい音もそうだし、入ってますね。 これは相当影響を受けたんじゃないでしょうか。もちろん本人は ACDC の影響も受けたとどっかで言ってるみたいなんですけども、いろんな影響もあるんでしょうけども、多分ね、これ相当ゲイリームは聞き込んでますね。年代的にもそうですよ。ちょうど僕と二つ次いだから、めちゃくちゃゲイリームは聞いてるはずなんですよ。で、ちなみにですけども、北欧関係だとゲイリームは人気すごいんですよ、やっぱり。多分聞いたんじゃないかなと思いますね。さあ、そして、 ファーストアルバムでは、まあ、世界アメリカでは成功できなかったもんでこれどうしたこっちゃろうねということでメンバー間あるいはスタッフで話し合った結果ちなみにファーストアルバムはあの全部歌詞はあのノルウェー語で歌われてたんですよねでそれだとちょっと違うのかなということでボーカルチェンジすることになったわけですねでその時じゃ英語にして歌詞英語にしてちょっとあの英語で歌える人をボーカル探そうよということでじゃあ誰にするって言った時に 候補に上ががったのがあのゲイリーバーバテンだそうですあのマイケル・シェンガーグループのねでもちなみにこれセカンドアルバムのために、えー、ゲイリー・バーテンを探したっていうことはあのセ,セカンドアルバムの発表が84年なのでこの時確かマイケル・シェンガーグループ一旦ゲイリー・バーテン抜けたけどまた戻った頃じゃなかったっけなそうですよねあややめてるか 限りなく戦いで参加しその後一,一,一旦ちょっと解散的になるんですもんねじゃあもしかしたらその時手を合わせたから一応声かけたのかもしれないですねでも一応それは実現できず最終的にアメリカ人の え、現在、もう一,一応、ま、あとで話しますけど、一応ボーカルのトニー・ハーネルっていう方が参加します。で、このね、ボーカルがやっぱり当たって、それから音楽性もどんどん変えていくわけですね。で、セカンド、そしてサードで、だいぶ、もうちょっとね、垢抜けるんですよ、はっきり言って、サウンドが。で、サードアルバムは結構地元では、チャート1位になってるみたいですね。あ、そうですね、1位になってるんですね。で、4枚目のアルバム、 実は今日の、えー、この TNT の名盤、最高傑作は何かというと、ズバリこの4枚目でございます。これはもういろんな方が言ってますけども、どう考えてもこのバンドはこの4枚目で頂点を極めるんですね。あの、タイトルが Intuition って言うんですけども、めちゃくちゃ、あの、なんていうの、北欧メタルの感じももちろんするし、で、ポップなんですよね。ポップなんだけど、ハードなんですよ。 ハードポップなのよ。あるいは、なんだろうな、言い方、誰か言ってたけど、ポップメタル。そして、なんといっても、このロニール・テクロのギターですよね。あのこの人、すげえハードなギターも音もそうなんだけど、テクニシャンなんです。とにかくあのマシンガンピックで、めちゃくちゃ速い。もちろんタッピングもするし、そして性格。でね、この人のすごいところは、もちろんあの、うまい人いっぱいいるじゃないですか。で 俺すげえだろう的に弾いても、イントロからもオブリガート、感想、アウトロまで弾きまっきりすぎて、アルバム頭から最後までギターだらけの人も、実はまあ誰とは言わないけど、いるでしょ。この人ね、要所要所でしか弾かないんだよね。あの、ちゃんとためと、ちょっとこう弾くところをちゃんとわかってる方ですね。多分その辺もね、ゲイリーマンに相通ずとかって、ゲイリーマンも実はアルバム聴くとわかるんだけど、弾かないとこ弾かないですから。ね、下手すると、 あの、ギターソロない曲もあるんですから、あの人ね。で、このね、ためと、この切れ味が、ま、素晴らしいギター弾きます。そしてね、聞けばすぐわかるけど、やっぱりスーパーギター人って聞いただけですぐわかるんだけど、この人のギターソロの特徴は、なんといっても超絶速いピッキングで、あの、ちゃんとオルタネットで弾くんですよ。あの、ね、あの、スイープじゃなくて。それで、ミュート。ミュート気味の音。もう、メタリックで。これがね、 この人のロニール・テクロさんの特徴ですね。これぜひね、今日もあの例によってあの、YouTube なんでかけられないんですけど、そして本当はここでエレキギターでも用意して弾こうと思ったんですけど、とってもあのギターをですね、僕は再現できません。本当にすごい。これぜひね、YouTube でまず聞いたことない人、このインティーションっていう、まあ、YouTube でとりあえず聞けますので、聞いてください。1曲目からすごいです。そしてね、このアルバムでね、 もうまあ、全部すごいしあのもういい名バラードも入ってるしもういい曲いっぱいっこれねなんといってもさっきも言ったようにポップなんですよ意外とすごくいいそしてねこの当時僕もねそれまで正直このアルバムで初めて知ったんですよ当時あの当時 MTV ってあったじゃないですかあれでたまたま夜遅く仕事で帰ってきてテレビつけたそれやってて。 このアルバムの、たぶんこれたぶんシングルカットされたと思うんだけど、トゥナイト・アイ f フォーリングっていう曲がかかってたのね、映像が。めちゃくちゃかっこいいんですよ、もう。で、このバンドは、やっぱりこの頃から、もうね、同じ北欧のバンドでもありましたけど、まあ最近頑張ってます、また頑張ってますけど、来日したのかなえー、ヨーロッパ。あの、ファイナルカウントダウンもそうだし、まあ、バンヘーレのジャンパもそうだし、イントロでキーボードを上手に使うような、 バンドこの頃からどんどん増えたんですけど、まあ、あのジャーニーもそうだしこの曲も上手にこのギターエレキギターとキーボードシンセサイザーをうまーく使って聴きやすくしてでもギターはハードそしてボーカルの,このアメリカ人のトニー・ハーネルさんの超ハイトーンボイスこれがまた素晴らしい本当にいいアルバムだと思います。僕あのー 割とこの頃の北欧メタリって世の中流行ってたけど全部聴いたわけじゃなくてあんまりこうなんかテクニックに走ってるグループも多かった中でこのバンドだけはねさっき言ったようにこのロニルテクロさんの押さえるところは押さえるというギターの弾き方がすごく好きだったですねこれぜひ聴いてください本当にこれねあのそして YouTube でチャッと見ていいなと思ったらぜひ CD 買ってみてください これは本当に、あの、名盤です。もう、ロック、この北欧メタルとかそういうジャンルじゃなくて、ロック、で全部の中でも、僕はあの、相当上位に入る名盤だと思うけどな。そ、うん、してね、まあ、あの、歴史語ると尽きないんですけど、最近まで13枚、2018年が今んところ最後の、 13枚目。まあ、その名も13というアルバムです。この時、ボーカル変わってるんですけど、この後に、あの、実はこのトニーさんね、ボーカルの、いろいろ問題、本人に問題あるのかわかんないですけど、都合3、4回辞めたり入ったり辞めたり入ったりしてるんですけど、また今回戻るっていうことで、また最後のツアーをやるとかやらないとか言ってたんですけど、ど,どうなったんでしょうか。一応やってたのは、あの、外国でやったのは、あの、映像、 上がってるんですけど、来日する予定あったんですけどこ、ね、れどうなったんだっけなあとみ、あと見で見てみましょう。で、本人もな、あの、本人っていうのはあの、ロニーね。多分あの、リーダーはロニーなんでしょうけど、ロニー・ルーテグルさん、ギターの。あの、最後にやっぱり解散ツアーはやりたい、みたいなことをなんかで、インタビューで語ってましたね。で、それで、やっぱ TNT としてちゃんと終わらせたい、みたいなことを言ってましたね。ちなみにね、2014年の地元でのテレビ、 ででやったなんかスタジオでテレビ局内のあれななのかなあのライブ映像が YouTube で見れるんですけどこれ素敵なんだよね。で正直あのもうそれ2010何年だからあのトニーさんも超ハイトーンのとかやっぱ苦しいんであの女性のバックコーラスが確か2人いてそういったライブ構成でやってるんですけどもあのヒット曲歌ってる時にこう前のねあの席で。 ちょっと体不ななのかな女性のお客様で車いすのお客様をこう歌いながらこう,こう見つけてそこ行ってね手を握るシーンがあるんだけどすごくね心温まるそういうシーンがありましたよ俺そ,れそのシーン見た時にあトニーって絶対いいやつだなと思ったんねさあそんなトニーさんも実はですねさっき言ったように3回4回 あのやめたり,なったりしてるんですけども2000あ1994年かに1枚だけ1枚だけななのかな本人のソロアルバムではないらしいんですけどトニー・ハーネルプロジェクトトニー・ハーネルモーニングウッドっていう一応モーニングウッドっていうバンドなのかトニー・ハーネルプロジェクトなのかはっきりしてないですけどアルバム出してるんですよこれはね TNT と全然違う音楽性で割とアコースティックが主体で まあ、AOR 的なそしてね、ほとんどがアメリカのロックというか、そういったもののカバー。オリジナルは4曲だけ。あの、例えば、イーグルスとか、ナザレスとかね。あと、自分の曲、さっき言ったあの、インテューションに入ってる、あの、n i ナイト・アイム・フォーリングのアコースティックバージョンなんかも入ってます。これね、聞いてみてください。これは今度、アコギファンの方。 ぜひ聴いてみたい。例えば12弦のアコギだったり、普通の6弦のアコギ。アコギでロック譜に弾いたり、普通にアルペジオを綺麗にね、弾いたり。ものすごい、これアコースティックギターファンには超おすすめのアルバムです。今もう廃盤なのかなもう中古でも買えると思うんで、1994年作品。モーニングウッドっていうやつね。これはもしかしたら隠れた名は、これまたもしかしたら特集するかもしれない。これもいいです。そしてね、もう一人の主役。 ロニール・テクロねギターのこの方もね実はあの去年一昨年から2022年にソロアルバム出してるんですよ「ビッ,ビッグフット t t v っていうこれね正直あの TNT を期待するとちょっと肩透かしくらうかもっていうのは本人が歌ってます基本的にでねやっぱりねギターすごいんだけどボーカルはちょっとまあまあ味があるっちゃ味があるんですけどもちょっとまあまあ味があるっちゃあるそう,いうそういう感じ であと意外とポップでねこ,れこのバンドってねさっきも言ったんだけども音楽性がいろいろ変わったりしてるんですよでインティーションの後にいろいろもうちょっとハードになったりシンプルなロックになったりまたもうちょっと戻ったりとめちゃくちゃ試行錯誤してるんですよねまあボーカルも変わったりメンバーもちょこちょこちょこょこ変わったりなんかしてるんですけども今現在はオリジナルメンバーは3人ですね、えー、っとドラムとギターとトニーさんボーカルか だからもう一回また最後にねドカンといいのを作りたいと思ってるんだけどなんせこのね89年のインテゥイションっていうのはもういろんな要素当人たちの体調だったりもう先進的なものもあるだろうし周りの状況とか奇跡がもう偶然の偶然が重なって。 素晴らしいアルバムになってるんですよね。多分、これを超えるのはきついのかなとは思いますけども、ぜひ、もう一回、ね、チャレンジしてほしいなと思います。まあ、それを置いといて、とにかくこの89年のこのアルバムは、もう、名版っていうことはもう間違いないので、ぜひ、あの、ロックファン、あるいはもう、フォークファンでも、 ぜひね、こういったのもあるんだってことで、ボーカルもすごいし、このギターもすごいし、もちろんベースドラムも全体的にもうバランス素晴らしくいいです。さっき言ったように、ギターだけが突出してるアルバムって正直時々あるんですよね。このね、あの、ロニーさんはそれをちゃんと全体俯瞰して見れるプロデューサー能力があるのかもしれない。あの、決してギターアルバムにはなっていないところが素晴らしいのかなと僕は個人的に思っています。ぜひね、 この TNT の名盤89年のインテゥイションはもちろんですけどもできたらこのねギターの素晴らしさもそうなんだけどこの何だろうトニーさんのボーカルがすごいんでさっき言った1994年作品のモーニングウッドもこれもねいや意外とびっくりしましたよこのアコースティックのバックにこの彼のボーカルはいとんでねなかなか素晴らしかったこれは本当に やっぱやろういつか、隠れた名盤ってこういうのを言うのかなと思いますね。トニー・ハーネル、素晴らしいボーカリストです。ということで本日はですね、地元では国民的バンドらしいです。めちゃくちゃ有名。さそんなね、国民的バンド TNT の最高傑作、Intuition。ね、これぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。 ギターフロンティアではただいまギターを大募集中ご家庭で使っていないギターがあったらぜひご連絡くださいよろしくお願いします はい。ということで、今週の週刊ギターフロンティア、いかがだったでしょうか、えー、今回のですね、バックトゥザロック TNT、もう本当にね、あの、インテリション、素晴らしいんで、ぜひ聴いてやってください。そして、えー、もう一度お願いしたいと思います、えー。もうすぐ6万人チャンネル登録数になりますので、ぜひチャンネル登録まだって方、ぜひ登録してみてください。先ほど見ましたらですね、始めたとき59,784だったのに、2人減っています。<laughs> えこんなことある勘弁してまずお願いもう本当に減らするのやめてもう <laughs> 切ないということでもう,もうすぐだと思うんでねそしてあの来月こう達成しましたら、えー、冒頭言いましたけどギタープレゼントその他いろいろあのやりますんで皆様に一つ恩返しできることをできるようなことなんか考えてますんで一つ皆様ご協力よろしくお願いいたします。 はい。ということで、今週もですね、最後まで見ていただいて本当に感謝です。ありがとうございました。ということで、今週もお相手は私、ゲイリー鈴木でした。また来週